窓があって太陽の光、ほぼ太陽の光だけで撮ったんですけど、それがなんかすごかったです。光が多分すごい良くて、多分あそこに立てば誰でもある程度可愛く見えるんじゃないかなと思ったので得です。こうやって持つとなんかバーってなるんですよ。バーってなるのがポイントです。あれはちょっと好きでした、バーってやつ。松ぼっくりの秋です。すごい前なんですけど、乃木床で秋の味覚といえばみたいな問題が出たんですよ。その時に私松ぼっくりって答えたんですね。そしたらなんか多分当時は秋の味覚の意味が分かってなくて松ぼっくりって書いたんですけど、そしたらファンの人になんかすごいバカにされちゃって、多分私のファンの人はそのことをずっと覚えてると思うので、だから私もなんか秋は松ぼっくりって感じになっちゃいました。でも松ぼっくりって食べれると思うんですけど、まあちょっとこれ以上言うとバカにされちゃうので。16歳はなんかでも大人でもないしな、なんだろう、なんか私結構早く大人になりたいんですけどって思ってたんですけど、最近になってようやく子供でいることの楽しさを知ったので、もうちょっと16歳もまだ子供でいたいです。なんか自立したくて、早く自立したかったんですけど諦めました。ちょっと無理でした、私には。期間乃木坂本当に楽しみにしてて、今までのやつもずっと見たし、私ちゃんと本屋さんにママと買いに行ったぐらい楽しみにしてたんですよ、すごい。で、秋の号に乗れるのもすごく嬉しく、秋が一番好きなので嬉しかったので頑張りました。これからも頑張ります。